でそれを実際に撮影に関して、まあ、やってみたんですよ、そしたらまあ、このぐらいの水槽に塩の袋、最初1袋だったんですけども、はい、やってみたら4袋か5袋ぐらいあって、2キロぐらい入れたんですかね、はい、ものすごい量のこう塩分というかを入れてこうやらなきゃいけないんだっていうのも結構分かってちょっとびっくりしましたけど、ジョジョ監督の方は何か撮影に関して何かご苦労なさった点とかありましたか？取材とかして、まあ、ウィキペディアとかで全部一連のことを調べた感じで塩が多いっていうのはね、やっぱネタとしてあったんですけどね、で実際そういうネタを入れて 1.5 倍の塩っていうようなことでシナリオを入れてたら、当日紙面指導さんに、いやそんなには入れないみたいな基本的にうどんと変わんねって言われたんですけどねその辺はどうなんだろうみたいな、まあそれぞれなんか流儀があるんだなって言って、そうですね、まあ、きしめんは